株式会社アメニティプレゼンツトイレ情報ディーパートイレ情報ディーパー宮川雅です。本日ご登場はこの方です。はい、株式会社アメニティの大和信孝です。はい、そして株式会社アメニティの中島悦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポイントカードをアプリにまとめるとか、スマホに入れるとかアップルウォッチに入れるとか、僕がですね、コンビニとかいろんなお店でこう財布からカードをいちいち出しているのがこれ無駄なんじゃないかっていうことにちょっと気づき始めたんですけど、皆様はどういうふうにポイント活動をされていらっしゃいますか？私は楽天がメインで、はあ、楽天ポイントを稼ぐために、はい、もう楽天経済圏で頑張ってます。頑張ってる。ポサカードを買ってとかおっしゃってましたね。すごい、それ裏技なんで、はい、あんまりどうなんだろう。ポサカード、ポサカード、 POSA、 ポサカード聞いたことない。僕も知らなかったんです、はい、今伺いましょう。何ですかそれ。なんかコンビニとかにこうカード、ちっちゃいプラスチックのカードみたいなのがこうかけてあったりするじゃないですか、うん、Amazon ポイントとか、あるある、はい、Google Pay とか、はい、それがポサカードって言って、はあ、その中に、はい、まあ、お金が1万円とか3000円とか指定のお金が入っていて、はい、なんかそこに書いてある番号を、まあ、携帯に入力すると、うん、それが楽天ポイント、楽天キャッシュだったり、うん、Amazon ポイントだったりなんかそういうのになるっていうプリペイドカードみたいなのがあるんですよ。ややこしくない？ややこしいんですけど、でもそれで二重でポイントがこうプラスになるっていうポイント活動、ポイ活してます。しっかりしてますね。いやそうなんですよ。そうなんですよ。これちょっとちゃんと勉強すると結構得できるものを、だ得できずにいるケースが結構あるんだと思うんですよ我々。 そんなに違うんですかね。だと思いますよ。私立もですけど、うん、はい、まあ、1% から 5% ぐらい。そんなに、そんなに。いや違うんじゃないですか。やっぱり1から6だったら相当違うよね。相当違いますよ本当に。銀行の金利を考えたら。そうなんですよ。そうなんですよ。そう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 。そうなんですよ。なのでちょっと僕も勉強しようと思ってるんですけど、ね、YouTube とかにいっぱい出てますよ。あ、そうですか。ポイント活動、ポイ活っていうんですね。ポイ活って。しっかりしてますね。しっかりしてますねって、いや普通の生活の知恵であり。そうなんですか、ね。だってそれを頑張らないと、だってね、まあ、言ってみれば節税できるところをなんか多めに税金払ってるのと同じような損してるわけですから、うん、頑張りましょう。でもそれ、そうですね、すごい地道な作業とかがあったりするから、うん、多分社長の場合だったら、うん、いやそれだったらお客さん一件増やしてもっとお金稼ぐ方向のことを考えようよって言うと思います。そうだ、ね、なるほ ど, なるほど、ね、企業経営者としては、ね、経費削減にも限界があるからね。まあそうです。売上増の方が早いじゃないっていうことね。確かに。でも家計ってことで言うと、確かに家計の、まあ使うお金を減らすことができるとか、そういうことで言えばそれもまあやっぱ考えなきゃいけないお話ではありますよね。そうですね。はい、ポイ活、僕も改めて勉強しようと思います。今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速参りましょう。最初のトイレ情報はこちらです。トイレ情報、亀甲縛りの露出男。北海道文化放送からの引用です。観光施設の公衆トイレで下半身を露出したとして33歳の男が逮捕されました。公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、北海道東部の別海町に住む介護士の33歳の男。美幌町フルーメの観光施設の公衆トイレの出入り口付近でトイレに入ろうとした男性に対して下半身を露出した疑い。警察に通報され事件が発覚。警察によると、男は金具で黒い紐がつながっている、いわゆる亀甲縛りのように見えるものを身につけ下半身を露出していたということです。
人に局部を見せる公然わいせつ罪はなかなか根絶できず残念ですが、亀甲縛りも人に見せたいものなのでしょうか。服の上から縛っていたら問題なかったでしょうにね。これは、まあ、あの下半身露出っていう系の犯罪はよく聞くんですけれど、金箔系の、性癖というのは皆様ご存知でしたか。いや、これは何したいのか分かんないですもんね。望みが何なのかはそもそも分かんないです。分かんないですか。分かんないですね。そもそも亀甲縛りを自分でしたこともないですし。ないですよね。僕もないですけど、うん、中島さんも全然分かんないですか。そうですね、漫画とかの世界みたいですよね。あれ自分でするの大変じゃないですかね。分かんないですけど大変だと思いますけど、うん、はい、僕実は、番組の取材で、はい、金箔バーというところに行ったことがありまして、あるんですか。金箔、はい、縛る、縛ってもらえるんですか。縛ってもらえるんです縛ってもらうで金箔師という人がいるんです。へえ。で金箔師っていうのはプロで、例えばアダルトビデオであったりとかポルノ映画とかで要は縛る人なんですよね。でそのだ SM プレイの一つだと思うんですけど、はい、その縛るときに女優さんとかに男優さんとかにその跡がつかないように縛ることのプロ で、 でそのまま釣ったりしますんで、それでそのうっ血したりとか、あの血がこう変な方に紫色にならないとか、長時間やっても大丈夫とか、そういうプロなんですよ。技術がいるんですよ。いるんですよそんなプロいるんですか。でその人がやってる金箔バーっていうのがかつて六本木にありまして、で僕そのネットのコンテンツで行ったんですけど、アシスタントの女の子が実は金箔大好きで、もう行ったらすいません宮川さん私縛られたいんですけどつって本当に縛られたいみたいで、で取材してたらそこに女性2人の若い人が入ってきて縛られるのが大好きで、であのこの取材終わって皆様帰られたら私たち縛ってもらえますつってもうウキウキしてて、で縛ってそこに吊るしてもらうんですって。服のままですけどね、あの脱いじゃったらあの犯罪公然わいせつになっちゃうん で、 でそれがもう早く縛られたいで、この人の縛りはすごいいいとか、なんかもうそういう世界なんですよ。ちょっと理解できないですね。あのまあ完全サブカルなロフトプラスワン案件ですけれども、だそれがこうついに人に見せたいというようなことにもなった。だ服の上からだ服を着ていたとしてもちょっとあのドキッとしますよね。でもそれ犯罪じゃないんでしょうねきっとね。これ結構相当な性癖というか、はい、これあの行われたのが4月5日の、はいはい、夜の0時25分ぐらいなんですけど、はあはあはあ、この時の美幌峠の、はい、その、平均気温が 1.7 度。だから結構寒くないですか。寒いですね。その時に裸で亀甲縛りして、そのしかも男性が男性に見せてるんですよ、うん、それが気になりましたね。気になりますね。こうどういう性癖なのって思いますよね。そうですね、なんかいろんなことがわからないですね。うん、そもそも寒いじゃんっていう。そうですね、はい、でもだから縛られることに快楽を覚える人なのであれば、寒い中で裸でいるということに M 系のなんか興奮を覚える人とかもいるっていうことなんですかね、もしかしたら。そうですよね、まるでわからないですね。でも今は多様性の時代ですから、それをねなんかこうアブノーマルっていうふうに一周できないあの時代でもあるかもしれませんけれどもね。はい、よろしいでしょうか。はい、全然誰も理解できない、誰も分かり得ない、コメントのしようがないみたいな。そうですね、はい、続いてはこちらです。トイレ情報、補助犬専用のトイレが登場。 MBC 南日本放送のウェブサイトからの引用です。障害者を支える補助犬、その補助犬専用のトイレが鹿児島空港に登場。国内線ターミナルの前の通路一番出入り口の近くに登場した補助犬トイレ、補助犬のパートナーも入ることができる広いスペースがあり、視覚障害者も使いやすいデザインの水道なども備えているということ。
鹿児島県内にも福祉施設に簡易的なものはあったものの、お物用のゴミ箱まで備えた専用トイレがきちんと整備されたのは初めて。鹿児島県内には県を介して活動している補助犬は11頭とのことですが、たった11頭なら作らなくてもとならずにきちんと整備するのは素晴らしいと思っちゃいましたが、素晴らしいと思わず当たり前と思う世の中にしていかなければいけませんよね。はい、これも知らなかったです、僕は。最近増えてますよね。あ、そうですか。僕はあの飛行機の出張が多いのでいろいろ行きます。鹿児島見たことないですけど、はい、この前伊丹空港行ったら、はい、やっぱりそうですね、補助犬用の専用トイレありました。へえ。空港には意外とあるところ多いですよ。補助犬専用っていうか補助犬も一緒に入れるトイレってことですよね。違います。違うんですか。補助犬が排泄するためのトイレです。そう、そう、そうなんですか。そうそうそう。へえ。ほぼ広場というか。へえ。見たことある？あの写真で。あ、写真でね。あの人は一緒にできないです。あ、そうなんですか。はい、だから要は屋外の、はい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 、人間で言えば喫煙スペースみたいなところが、なるほどなるほど、それなりに仕掛けの枠で、あのシャワーとか排水設備がついてたりして、ね、へえ、なるほど。そっか、補助犬だから、建物の中も行くから、うん、そしたらやっぱおしっこうんちも必要だしっていうことですね。そうですね。なるほど。あ、それは確かに作んないといけないといえばいけないですね。まあ、でもいいことですよね。こういうので。そうですね。私もなんか川屋版の取材で、はい、あの補助犬トイレを知ったんですけど、はい、だから補助犬トイレがないところでは補助犬はどういうふうに外で排泄してるのかっていうのを聞いたら、うん、はい、駐車場のまあ隅っこの方とか、はあはあ、あのちょっと植え込みがあるところとか、はい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 、そういうまあ広いところを探してしてるそうなんですけど、はい、うん、もうあのワンツーベルトっていうのを使ってるそうなんですよね。そうだよね。ほう、うん、ワンツーベルトで補助犬はなしたくなったらその辺でしちゃうわけではなくて、ちゃんと飼い主が合図を出した時にするようにしつけられていて、はいはい、トレーニングちゃんとされてるそうなんですけど、その何ですかね、ビニール袋をベルトにこうカチャッとはめて、はい、そのベルトを犬のお腹に巻いて、はい、でもう一個のこうビニール袋の輪っかを尻尾にかける。はい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 、そうするとワンちゃんが排泄した時にその袋の中に排泄物が入るっていうものを使ってワンツーワンツーってあの飼い主さんが声をかけると排泄してくれるっていう。へえ、ワンツーという掛け声でってことなんですね。そのようです。へえ。やっぱりその長時間のお出かけとかの時にはタイミングでこの辺りで排泄させようとかちゃんと計画を立てて、なるほどなるほど、うん、あ、計画してるんだみたいです。はあ、そっか、そうですよね。子供の遠足の時もここでお手洗いとか決めますから。それはそうですよね、生き物ですもんね。だからね、3歳児だと思ってって、ね、あ、なるほど、言われてるそうですよ。ね、子供がね、これから映画を見るからその前にトイレ行っとこうねっていう感じにワンちゃんも。なるほどなるほど。けなげだよね本当に、うん、犬がですね、うん、そうですね、忠実で。これはでも株式会社アメニティ的には補助犬トイレにも営業かけたりとか。残念ながら補助犬トイレになんか何かを売るようなものが見つからないですよね。見つからないですか。消臭剤とかあったらいいのかな。そうか、消臭剤か。ああ、なるほどなるほど。屋外でね、何もないとこだからね。あ、そっかそっか、そういうことですね。なるほどね。でもその多分埼玉駅とかについてるのは、うん、まあ車椅子用トイレみたいな感じなスペースに、うんうん、ちょっとワンちゃんが乗せられる台があったり、あ、シャワーがついてたりとかするみたいです、うん、台もなんかあった方がいいっていうよね、っていうふうに言ってましたね。あの車椅子使ってる方には台があると、うん、そういう排泄物の処理とかがしやすいと、うん、犬が上に乗ってくれてた方が。単純に盲導犬だけじゃないですもんね、うん、補助犬、補助犬と聴導犬か、聴導犬と盲導犬と介助犬。そうだね、介助犬と、うん、なるほど、うん、
ということはじゃあこう知らないのはちょっと恥ずかしいと思った方がいいかもしれないお話にこれからはもうどんどんなってくるでしょうね。多分これからどんどん増えるんじゃないですかね。そうですよね。そりゃそうですよね。現実増えてますもんね。なるほど。はい、というわけで今回はこの2つをお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。